動に対しての体制がまだあり、あーなるほど、そう、そのあたりも経験を積んでなんとかそうですね、またということはそろそろバイスあたりで貪欲に狙っていくかと。バイスにもありますからね、補正切りが。そうですね、ちょっとそういった補正切りの方もまたね、食らって覚えていきたいところです。これもだから使う側としてもやっぱやんないと覚えないですからね。やっぱもっと貪欲に狙っていくべきではあるんです。まあ、ただあの貪欲に狙いすぎて勝ち試合を落とすとか、ね、あーもうでも俺負けるパターン全部それだもんお互い、あ、もう完全にガッチガチですよこれ。ピーちゃん遊ぶ気ゼロです。ひとしくは言わずもがなですが、あ、今日の参加人数はどれくらい、はい、兄さんお願いします。21人、あ、本日、あ、21人、本日の参加人数21人だそうです。結構集まってくる。まあそれまだやはりね、みんな来てくれてるようで、まだもう21名も今日集まれるぐらいのプレイヤーがいると、はい、いやいや、もう関西も人は集まるんです。そうです、そんな普通なもんじゃないよ。まだまだやっていけます。さあ、そして試合の方は前方戦は両同キャラ、もう関西では前線です。はい、ちょっとあの立場できない人さんが苦手としている感じですかね。ああ、両同キャラですか。いや、あのピーちゃん、あ、ピーちゃんを、あ、プレイヤー人が苦手、まあその結果が現れているか。あ、そうなるのは、いや、2P 側なのよ、ピーちゃんですね。ピーちゃんですね、はい。さあ、漏らす、ここはしっかり分からせに行く。もう一瞬決めるか、からの大飛行か、まだ行ける。うわー、まだ行ける、これ最後がゴム削り、あっと、なんか欲望の大飛炎が、まだ行ってんだ。ああ、弱飛炎、また欲望プレイでした、今。欲望でしたね。今度はしゃがみにも当たるからってよ、ね、で、タッチガード期待の強飛炎だったんで、多分ね。かも、あ、よしんば 一発目で死んでくれみたいな。が、死ななかった。分からされた結果でしたね。あ、ちょっと恥ずかしいですね。ちょっと恥ずかしいです、まあ、今の勝ちにいって負けてしまったので、はい、さあ、試合の方、さあ今回の出場、なんとかピーちゃんは早く倒したところだが、おっと、ここで EX ことつき、俺はこの技で済んだと言っていた。これ何、下段無敵のガードポイント。ガードポイント、まあ、嫌な技だな、おい。まあ、全身無敵技と思っていただければいい。まあ、実質そうですね。まあ、ただ、あの、やられ判定が、はい、後ろの方に残っているので、あー、はいはい、なるほど。めり込む攻撃とかには一方的に負けてしまいます。このゲームでもめり込む攻撃あんまりなくないです。まあ、起き上がりのジャンプ攻撃を重ねてしまいます。あー、はいはい、なるほどね。おっと、画面を見て、さあ、画面を見てください。あー、見てる。今のも画面見てなかったよ。今の、ひとしくも画面見てください。いや、どっちもどっちだった。さあ、だが、これはキムが、あ、負けてますね、これ、時報対決ね。はい、あー、もうここはロボもしっかりやるが、ちょっと初段が当たらなかった。思わずひとしくから、あかんとあかんと一言漏れた。あ、こいつこいつだよ。さっきから引っかかった気がする。じゃあちょっと声大きめに喋ります。いや、今ボリューム上げた。あ、ボリューム上げた、うん、あ、じゃあこのまま行きましょう。だったら俺のマイク下げればいいじゃん。まあ浜田がうるさいっていう。あ、オッケー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 、 オッケー、了解です。まあじゃあ試合には戻っていきましょう。あ、またそうです。あー、だいぶ削れてますね。だいぶピーちゃんがまた、あーと、この技 EX ことつき、やっぱこれ中段8中段からたまんねーと、もとっととネオマックスしてちゃんと綺麗に終わらせてくれよと実況の方ではそうしてもらった。なんかこう歯切れの悪い終わり方でしたね。ですね、まあ、しかし勝ったのはピーちゃんと。さあ、次の A チームは清高、清高、あの後半戦では華麗なコンボを決めると言われている清高、清高、あれ本当の、実は本当に西のコンボ神という称号が欲しいみたいな感じらしいんですけ ど、まあ、そこはあの現コンボ神の現コンボ神綾さんに聞いていただきましょう、はい、ちょっとどうですか清高。まだ早いな。まだ早いと、まだ早いと、まだまだお前はダメだと。まあ第1回紅白戦であんなことやってますからね。そうですね、あの手たらくじゃんね。ね、ん、え、どうしたんですか。あ、まあまあまあ、さあ、試合の方を見ていきましょうと。さあ、まずは 5P
バーストアタックは P ちゃん側ですね、これ赤いのが P ちゃんですね。さあさあもうどうしようもね、一方的な展開、これは多分終わりましたよ。はい、ドーン、パーフェクトが出てしまった、うおっと、清高が同キャラが苦手なのを狙って選んだのか。はいはい、コメントきました。あれ清高さん、あれやってる本人いたって本気ですね。さあ、だがまだ炎よりダメージが、あ、やった与えた、やった与えた。さあ、これめくっていくか、はい、何もないと、ジャクジャク入れたらボディです。そうです、今日は、ね、ゲージがあると勘違いしましたかね、ドライブゲージが。ちょっとなんか熱今日がグラグラなコンボ選択になった。はい、もうあの完全に先方をピー負けして焦ってますね。まあただもうかなり状態有利だったが、またユリオリが入って、さあまたユリオリ、さあもう一回、今クズカですね、うん、しかも完全にあのやっぱり鬼焼きだ、やっぱりやっちまった。はい、これであっという間にピーちゃんが2立て。さあピーちゃん、まあイオリというキャラっていうより完全にひよったところにピーちゃんがつけ込めてるっていう感じですね。そうですね、はい、まあ確かにイオリのキャラパワーもあるかもしれませんが、まあ置き攻めで倒してるのはやっぱイオリのキャラパワーですね。そうですね、はい。おっと見えない、お、よう反応したな。ここはもうゲージを払って一気にダメージ取っていく。そうですね、まあただあと残り2キャラ2000減らさないとダメです。あと2000、清高の勝利まであと2000、 P ちゃんの勝利までおそらくまあ1000かな、まだ1001ですね。これ地味に同キャラだけど、あの、はい、P ちゃんメインキャラですからね。そうですね、近いです。おっと、これは虫木からネオマックスが見れるのか。今度は、はい、決めていく。あ、もう P ちゃんが悪い顔してる、悪い顔してた今。さあ残り2割、残り200対2000、苦しい ND。 さあ MP を刺していくが、あとやはりしゃがんでいく、エンビが刺さる、最後はジャンプへ。いやーもうピーちゃんの顔が悪い悪い。次はね、アッキーさんです。アッキーさん出番です。あれ、清隆さん、清隆選手はどうしました。清隆選手、誰ですかそれは。あの今なんかあの、はい、あの本大会で一番早い KO 勝ちを見、あの KO が見れたと思ったんです。本日の最速記録ですか。そうですね、昔のサムライコミ率とかだったら、あの、早く決着するときにボーナスがちゃんと出るので、はいはいはい、なるほど、今ボーナス出たっていう感じですね。今ボーナス出てますね。さあ試合の方はどんどん続いていきます。次ワンピーチーム、次に座るはアッキーさんですね。アッキーさん、はい、四国からの資格でございます。わざわざ遠くから来ていただきありがとうございます。さっきからずっと言ってるんだ話を。あのアッキーさんにもインタビューしようって言って全部話途中で終わっちまってるんだ。ああなるほど、ぜひとも一回ここに来てもらって。そうですね、この次僕なんでね。そうですね、まあ、試合が終わればまあ来ていただいて、まあ、実況の方していただきましょうか。それもそうですね、はい。まあでもまあ僕ら同じチームなんでまだ勝ってほしいですよね、心情的には。そうそう、心情的には勝ってほしい。特にピーちゃん今乗ってる状態ですからね。そう、とっとと誰かにぶっ殺してくれね、早く止めてほしいとこ。さあそしてアッキーさんはキャラの幅がやはり広いということで、またいろんなキャラを使ってくれてます ね。全キャラ使えるという。今回はジョー、テリー、アンディ、あ、純正が兄さん、2代目兄さんか、2代目兄さん。さあ抱かれた男ナンバー2になるか。なるほど、あ、違う、四国だからナンバーワンだ。ナンバーワン、四国の四国の抱かれた男ナンバーワン目指していただきましょう。これガローチーム使ったら抱かれた男になるの。いやいや、それは人柄ですよ、人柄。あー、なるほど、はい。さあこれは始まったー、爆裂、タイガーキック、はい、爆裂 EX カード、カード、あーっと、ちょっと低かったか、高さが足りないということですかね。そうですね。さあだからこれで今のワンコンボで体力は追いつきましたよ。そうです、あーっと爆裂系、オートフィニッシュが出ない。あ、さあだから投げはしっかりこすっているが、さあゲージを今一瞬ゲータブルオートサイエングはジャクサンシュ差し込んで、さあまだアッキーさんです、はい。アッキーのジョーが、まあアッキーアッキー言ってるとヤツが出てくるんですけど、これ俺もヤツが出てきてしまうんですよ。出てきてしょうがないですね。アキスタ、アキスタという関西の黒幕が。あの C ボタンの、C ボタンこするのは3回までですよ。確かあのなんかあの舐めたバルカンパンで韓国勢を切れましたというあの西のシーレンダおじさんです。なるほど、まあ、西のシーレンダおじさんはいたと、いたと、はい、実はあの東のシーレンダおじさんよりはるか前からいたという。はるか前からやつは化石なんで、もう
まあ、あの彼のあの方のことは置いておきましょう。まあ、あの方、はい、まあまあ今回いないしね。しかも下手したらあの人見てますからね。あのタイムシフト見られることがあるんで、後からねメール来たりとかしたら大変なんで。あ、あとで来そうなんでやめときましょう。何を言っとんねんお前は。つ、まあ、そういうので敏感ですからね。そうですね、あの、あの方もね。さあ、で試合の方はと言いますと、今ほぼ五分の状況ですね。そうですね。ただ若干ゲージ差でピーちゃんが、まあ、ただジャンプ防止でしっかり、あの熱強のジャンプを落としてる感じがします。はい、いい感じにこう牽制が機能してる形になってますね。そうですね、ただあのゲージ差的にはちょっと辛いところか、はい、そうですね。しかしここはまたターンを取っていて、タミテくんクラックからちょっとクラックを閉じ、おっと奈落で潰していく。なんか大盤勝ってほしそうな場面だったが、ちょっと今いけたと思ったんですけどね。おっと、ヒット確認、見て、はい、バスタオル奥攻めは、はい、シーナゲクラックでゲージ溜めて様子見。さあまたしゃがみにパワーウェーブで様子見、はい、カラージャンプからしのげ。さあ B、B 走って禁止、いやらしい攻めです。さあだが、タッチぶっ飛ばし漏れたところに初コン、コンボでなんとか地方対決勝ったのは B、 取っていきましたが、今度はちょっとゲージ状況が悪いです。そうですね。さあしかしなんとか溜めて、なんとかゲージを溜めつつ、はい、その次立ち回りたいな。あ、でも3本ありますね。まあ、のゲージあるこれはまだ使わない。から投げて、まあ、亀橋きついか。おっと投げれば、ここはゲージ抜け、おっとジャンプ D ですね。そう、下から飛び込むならジャンプ C の方がいいですね。あ、今 D っつって間違えた、ね、C がなかなかやらしい性能ではありますね。そうですね。さあ、だがまた攻め込む感じがして、ターンを取られていく。おっと、上はしっかり見ている。さあ、一応壊して暴れて、さあ EX 証券当たらなかった、ちょっと危なかった。さあ体力残り、レス強側の体力が残りますが、早く決めておきたいところ。さあだがまだ最後は残影剣、あれは削り殺せてたかな、削り殺せてたと思います。ちょっと怪しかったけど、ちょっと怪しいけど、まあ、今のぐらいなら多分削れると思います、さあベニマル対アンディ大将戦ですね。そうですね、まだこの状態でも全然いいというところが差し上げるところか。しかし EX コレダーが入って、ここはゲージは使わないか、また EX コレダー。まあ、今のちょっと EX ライコで決めなかったところです、はい、そうね、もう行っちゃってよかったですね。まあ少なくとも居合反動雷光剣とかそういった選択肢はあったと思います、はい、ああ清高が試合してるので次俺なんだ。あららじゃあ、じゃあ浜田試合に行って行くんで、アッキーさん、じゃあちょっとアッキーさん、せっかくなんで、ウーさんのインタビューのも